はい、YouTube! 皆さんこんにちは、アニマルランドにようこそ。ですね、今回購入したものがあります。はい。それは、こちらです。はい、わかりますか？これ。はい。どこに使う部品か、このね、バネバネでわかると思います。はい、これなんですけど、スキュアです。はい、スキュアっていうのは、クイックリリースのタイプと同じようなもので、それの回して、はめるタイプのやつ、はい、それをスキュアって言います。はい、それを購入してみましたね。これをつけてみますよ。どんな感じになるのか楽しみなんですけど、これね、超軽量です。これ2つ合わせてどれぐらい軽いかちょっと計測してみます。 33.7g。 はいね、これ、通常のシマノのタイプ、アルテグラだといくつあったかな、前にね、計測してると思うんで、ここにね、ちょっと出しておきます。今ついてるやつね、まずはじゃあ外してみましょう。はい、現在ついてたね、2つ外しました。で、こちらと、ね、重さ比べてみようと思います。持った感じほとんど分かんないですね。43、だからほとんど 10g しか変わらないのかね。え、ね、33 10g 軽くなりますよ。はい、 10g 10g 軽くなってどうかなね。まあけどね、これなんですか、六角レンチないとバラせないんで、防犯対策にもなりますよね。そういう意味ではね、ちょっといいかなと思ってます。ではね、つけていきます。まあ、普通と一緒です。で、こちらから差し込んでくるくるくるっとつけていく感じです。これだけで、つけるときに六角レンチがいりますよっていうだけです。はい、それが違うだけで、あとは六角レンチが必要になるというところだけで、あとはクイックと変わらないですね。まあクイックみたいにね、キュッと本当にキュッてやるだけで、指でキュッてレバーやるだけではめれるっていうものではなくなってしまうんですけど、はい。じゃあね、つけていこうと思います。5ミリの、六角レンチ使いますよ。まずはいけるとこまで手で回しちゃいます、ね、今度は今までと違って回し続ける感じなんでね、雰囲気っていうかやり方は違いますよね。で、最後の締めを下ろしてからやるんで、だから この段階では六角レンチはいらないですね。最後の締めどんな感じでやんのかな、的な。僕もね、初めてなんでね、ちょっと気になりますね。まだハマってなかったね、ちゃんとね、抜けてきましたよ。さあ、スキュアどんな感じにはまるのか気になります。はい、で、六角を用意してこうやってクリクリって回していくんですよね。こんな感じでいいのかな。
れぐらいの力までいけばいいんだろう。あんまりねぐいぐいやっても、あ、こんなもんでいいかな。はいはいはい、これでいいと思います。はいはい、同様に前側もやってみます。はい、見えてますか、こういうのね。ちょっと遠いかな、ズームしてみましょう。で、この辺かな、こういう感じ。はい、くるくるっと、力加減がね最初わかんないですね。あ、こんなもんですかね。はい、はい、着きましたよ。はい、ではね、今回はね、超カルスキュアに変えただけという簡単なね、交換だけだったんですけど、重さをね測っていこうと思います。まあ 10g 軽くなっただけだから 10g かなっていう感じはするんですけど、前測った時が 6.81 ぐらいだったんで、それより軽くなってるかな。もう 10g はこのこいつではもしかすると測れないかもしれないですけどね。あ、6.71 になりましたね。おお、ちょうど 10g 下がってますね。違う、 100g か。はいはい、6.71、 6.68 になりましたけどね今度。はい、そんな感じで、まあ 10g しか下がなかったのをこのね、この測りでなんとか測ろうっていうのは無理です。正直この測りね結構誤差あるんで。はい、そんな重さになりましたね。はい、いかがでしたでしょうか。こういったねクイックがスキュアの、それもね六角で回すタイプのものに変わりましたけど、まあね、ほんのちょっとしか軽くなんなかったんですが、まあ非常に防犯対策になるのはねありがたいかなというふうに思います。なんでね、今度からチェーンロックするのに別にここだけでもいいんじゃないかなっていうね。今までタイヤも全部こうぐるぐるこうワイヤーで回してましたけど、まあその必要がねないかなっていう気はします、そういう面ではちょっといいかな、嬉しいかなって感じはしますね。あとね、まあこういった六角で止めるタイプだからといってで、こうなんかちょっと違和感あるとかなんか心配だなっていうのはもう今現在はもうないですかね。あのディスクのタイプでもそういうタイプもたくさん出てきてますから、もうギュッとこう手で締めるタイプもこうね、こういうレバーのついているスキュアのタイプもありますし、もちろんこうこれみたいに六角レンチじゃないと締めれないというのも出てきてますからね。あの全然もう問題ないんじゃないでしょうか。はい、はい、ではですね、今回はこれで終わろうと思います。今回の動画ね、面白かったな、参考になったなって方は、ぜひグッドマークよろしくお願いします。チャンネル登録までの方、よろしくお願いします。では、バイバーイ。アニマルランドでは、他にもいろんな動画、こんなのやこんなの配信しています。チャンネル登録はこちらまで。ぜひよろしくお願いします。